日常運動の食うたにようこそ。さて本日のことはこちら、ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマートのお月見プリンとホットケーキがスプレープリンふわしわを食べたいな。プリンフォームですね。月見プリンは大体お月見商品でこういう風に中央部分に卵黄が乗ってますね。まあこれソースみたいです。確かに雰囲気出てますね。で、ホットケーキのスプレープリン、これは地域限定スプレープリンの私の住んでる地域の代表ですね。一体どんな味なんでしょうか。バターが効いてるみたいな見た目ですね。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまずはお月見プリンから。いい感じに動きますね。ではいただきます。はい、続きましてはホットケーキのスフレプリン。このバターみたいなのは本当にいいですね。この部分マスマスプス、音とちょっと取りにくい取りにくい。いただきます。最初に食べたお月見プリンはこのナパーチと食べている部分が結構苦味の効いた辛めとはちょっと違ったお醤油風味のソースになっていて、それが和の雰囲気を出していましたね。で、下のミルクプリンもとよく合っていてあっさりとしてて美味しかったです。ただ卵黄ソースの存在感がちょっとなかったのは残念でしたね。せっかくのお月見なのに半分しか月見様が見られなかった、そんな残念な印象があります。で、こちらのホットケーキのスプレープリンは上のスフレ部分がその中にホットケーキの甘みのある味になっていて、でもほんのりバターの香りもあって、ただのスプレとはまた違った美味しさがあってよかったです。で、中間にちょうどいい形でカラメルが入っているので、なんか甘いの二重層じゃなくてちょっと苦いが入って味変ができて、一気に食べるとまた違った発見があったのもよかったですね。上下が甘いので、カラメルの匂いが余計に光っていて美味しかったです。ホットケーキやプリンが好きな方にはおすすめですね。というわけで、今回はこのホットケーキのスプレープリンを代表として5点でさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終焉。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。